強気の三角探しに行こう。二人だけの特別な三角絶対見つけようね。改めまして、シトロン役の五十嵐正です。はい、イカルカミスミ役の広瀬大輔です。はい。はい、今週最初のジングルは、イカルカミスミで、監督ネーム、広島のミサイさんからいただいたシチュエーションということで、ミスミ君に三角を探しに行こうと、うん、デートのお誘いを受けたいというリクエストに対するセリフでした。ーデートの誘い文句ってですね。なんかね、こういうのって、うん、キャラカード、うん、カードの、うん、その、キャラクターのバックステ、うん、から、ちょっとこういう、なんだろう、二人っきりの特別な時間を、みたいな、楽しもうね、みたいなシチュエーションあったりするんだけど、うんうんうん、バックステって僕ら読まないから、ボイスとしてね。そうか、そうか、そうか。だから、こういう感じのを実際に読ませていただくのって貴重な機会ですよ。貴重だよね。これを合わせ